膠着状態の試合は思わぬ形で動きます。関のフィードを岡山上田がヘディング。69分、降り出した雨で濡れたピッチが岡山に先制点をもたらします。上田のゴールは6月4日以来の今シーズン2点目。膠着状態の試合は思わぬ形で動きます。関のフィードを岡山上田がヘディング。69分、降り出した雨で濡れたピッチが岡山に先制点をもたらします。膠着状態の試合は思わぬ形で動きます。関のフィードを岡山上田が雨で濡れたピッチが岡山に先制点をもたらします。上田のゴールは6月4日以来の今シーズン2点目。69分、繰り出し膠着状態の試合は思わぬ形で動きます。関のフィードを岡山上田がヘディング。